一瞬で剥ける気持ちいい裏技。ポテトサラダやコロッケを作るとき、茹で上がったばっかりのジャガイモの皮を剥くのって熱くて大変。ところが、こんなジャガイモの皮が一瞬で剥ける裏技があるんです。やり方は、まず茹でる前のジャガイモに包丁で一周深さ1ミリぐらいの切り込みを入れ、あとは普通にジャガイモを茹でるだけ。ジャガイモが茹で上がったら、ここで使うのが、じゃじゃーん、氷水。なんと茹でたジャガイモを氷水に10秒間入れちゃうんです。でもそんなことをしたらジャガイモが冷たくなって、その後調理するときに潰しづらくなっちゃいそうですよね。でも安心してください。ではいきますよ。よく見ててくださいね。すごい。ほら、一瞬で剥けました。しかも氷水につけたのに、皮を剥いた後はなんとまたジャガイモから湯気が出てきていますよ。これは氷水につけた時間がわずか10秒だったので、ジャガイモの内部の熱により全体が再び暖かくなってくれたんです。これならジャガイモは熱いので調理をする時も潰しやすいですよね。さらに細長いメークインも綺麗に剥けます。そしてこんなデコボコしたジャガイモでも、ちょっとコツがいりますが、ちゃんと剥けるんです。この裏技、茹でたジャガイモを氷水で急激に